めっちゃ生きってる感じだけど、依頼を受けて飛び出してるって感じ。何がしたいんだ。でも私はそんなあなたが好きになっちゃったかも。自殺止めようとしてるのかな。なんだこの男は。想像以上にとんでもないな。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはジュラララ第2話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララですね。クラシックリアクションシリーズアンケート部門第31弾ということでやっているわけなんですけれども、まあ前回、まあ成田先生の作品らしいですね。情報が洪水です。もうわけがわかんないなと思いながらも、登場人物が大量に出てきて、後々わかるけどとりあえず紹介しとくねみたいな感じで、もう一気に登場人物を紹介され、さあ誰が悪いんだ、誰が悪いんだ、誰がどう動くんだ、すごい勘ぐってしまっているわけなんですけれども、何が大事かっていうと、とりあえず龍ヶ峰帝くんっていうすっごいとんでもない名前の主人公がどんな日常を送っていくのか、新しい現実日常が始まっていく、それにどんな非現実がやってくるのか、それこそやっぱあの黒バイクが気になるところでもあるしね。はい、というわけで今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、人間じゃないんだもんな。あ、やっぱり、あ、でも、セルティンなんとかかんとかって書いてある。さあ、これ、あれだね。矢切誠司。逃げた人。矢切奈美恵。さあ、うわ、すごいな。怪力が。いざや。ああ、気になるな。でもなんか、静雄とサイモンが繋がっていそうな雰囲気で、このか、角田、この4人もなんかあれだよね。龍ヶ峰帝、すごい名前だな。あ。で、この女の子と出会うわけだ。学校で。おおおお。いいね、あらすじ。おしゃれ、おしゃれ。なるほど、なるほど。こういうタイプね。間に入れてくる。おお。いいね。間に入れてくれるのめっちゃいいな。で、ロシア帝入る。岸谷信羅。これ、なんだっけ、うん、この人とあれが繋がってるっぽいんだよね。あー。結局何者なんだ？ライラ学園。入学式だ。さあ、ん？何を見ているんだ。うん。その原アンリ。うん。ここでも。うん。あ！あれじゃん！助けてもらったこと？ハリマミカ。後ろの子？お。総理？北駒誠二郎。
お、この人が、あの、逃げた人と、仲良さそうな感じ。知らぬもう一人の現実。え？すごい！あ、めっちゃ、ん？めっちゃ生きてる感じになるけど。めっちゃ生きてる感じだけど。めっちゃ大事。入学金だけ払って帰ります。あんまりおじいちゃん先生を困らせないであげて。お？なんだ？あー、そうだね、なんか巻き込まれそうだもんね。2日後なんだ、あれから。そうだよね。うん、なんで家出したの？うん。まら、素朴だね。うん。うん。うん。ナクラってあれだよね。さらった人だよね。うん。え、結構衝撃的な写真。ええー。かりそめの平穏みたいな。バラした感じ。ああ、戻したんだ。はあ。ん？声変わってない？あ、うーん。うわあ、なんか大事な時期にこうなってしまうの結構メンタル的にきついな。すごい。あ、踏ん切りのつけ方がすごい。枕さんじゃなくない？途中から相手が。うわ、きつっ。え、きつすぎる。きつすぎる。パパもやばすぎるけど。わあ、でもなんか、静かにさ、なんか、普通の顔をしてるけど、すごい心の中で溜め込んでるんだね。あー、自殺オフだったんだ。マゼントアメジスト。え、でも、うん、え、でもナクラって違くない？途中から変わってる気がする。うん？最初からそうだった？で、ここですれ違ってる。あ、これさ、色ついてると重要人物だっていう表現。さあ、呼び出したの見せて。
うん。あ、そうなんだ。けど、呼び出してるの知ってるわけだもんね。なんか釣り出そうとしてるの？だが？本当のナクラは？何？わお。黒バイク。助けに？あ、デュララ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 ラ。らが多い。おお、飛び出す。依頼を受けて飛び出してるって感じ？何がしたいんだ、でも。お？あー、これ、しぞ？何ですか、あの、しきさん？おう！ええー、ちょっとあの怪力が過ぎるって。器物破損です。お、運び屋、運び屋、かっこいい。カチャって。はぁ、自殺オフを釣り出した上で自殺しようとしてる女の子を救おうとしたとか？はぁ、まあ、こういう裏事情があったりなかったり、それで顔がすりおろされてしまった。よく顔の形が残ってた。でも、この黒バイクは何者なの？首ないし。人間やめてるというより人型の何かだよね。死神？で、助けた。よかった。声を発せない？うん。女の人？あの、逃げた人と関係あったりするかな？うん。このナレーションのも関係ありそうだよね。この屋上にあなたを待ってる人がいる。うん、また、すごい丁寧な人だね。
ヤマハ。鎖？お？なんだ？屋上。でも危険だと思っても来ちゃうわけだね。助けられてるしみたいな。ここも人目につかなすぎてやばいよな。あ！さあ。ああ。合言葉のように。何だったんだろう。でも情報を流してるよね。ん？名前を知ってるわけだもんね。わ、わお、どういうこと？生きて。どういうこと？何がしたいの？え？うわ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 。でも私はそんなあなたが好きになっちゃったかも。お？で、こんな風にされたら好きになっちゃうんだけど、渋い神谷博さんの。え？落とす？あー、なんか、自殺止めようとしてるのかな？遠巻きに。うわ、生々しい。あー、まあ解いてるわけだな。わお。危ない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 。うわ、もう明確に命を揺さぶってるよ。行きたいんでしょみたいな。この男は。でも心惹かれちゃう。とんでもねえ男に出会ってしまったな。あなたの大好きな人の人生観が歪みそうです。けど、え？行くの？
何？バイク？網？わお！黒バイクの。あなたが考えているほど世界はひどくないから。何？なんかすげえいい人っぽいんだけど。なんかすごい人生観が揺らいでしまったけど、やりたい放題してるな。お？なんか死んでも生きてもどっちでもいいんだろうな。でもぶっちゃけ傷つけられるかなとも思ってたけど、そうね、こっちのキャラで来るんだね。さあ、帝。はあ、なるほど。アンリさん？それはない。すごい自由。ああ。多分何かあるんだろうな、隠してることが。なんか哲学的だな。すごい、なんか本当になんか哲学を考えさせられますね。はい。運び屋。わお。情報屋。でも4人目ってことだよね、多分ね。あれ、正の字書いてたけど。あー。運び屋。なんか名前出てたけど忘れちゃった。横文字の。想像以上に悪いな。想像以上にとんでもないな。折原いざや。はーん、だいぶ危険だけどね。信用は絶対しちゃいけないタイプだろうけど、割とろくでもないけど、どうなんだろう。イザヤと静雄が人気なことは知ってるんだけど、相当やばくないか。まあまあかっこいいけどもみたいな。どうなんだろう。なんかでもまあ中二を刺激されるような、ああいう語り口調っていうのは。さあ、でも、矢切誠二とこの子、で、多分兄弟なんだよね、この下の。多分、ジョイさんなのかな。で、それで足裏を合わせて、なんだっけ、岸谷信羅がいる。
つながりはあんまりなさそうだけどな。どうなんだろう。この運び屋だよな。何者なんだろう。人間ではないんだろう。まあバッカードの世界でも魔術師というのがいたから、いてもおかしくないんだけど、長寮バッコ？またなんか動く。え？おー、いや、サイモンさん、多分これあれだな。日本語ペラペラだな。だけど、適当こいてるんじゃないか。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、なるほど、なるほど、なるほど、こんな感じで。まあ、裏ではこんなことがありましてっていうところでまた通ってるって感じなのか。ああ、世界の見え方だったり、なんだったり。なるほど。意外と深いテーマでやってますね、この作品ね。ああ、でもなんとなく見えてきたぞ。バッカーノを見たのはすごいでかいな。なんか見方が分かった。うん。やっぱり誰かを主人公として置いてみるっていうよりかは、やっぱり俯瞰で見ることが大事だし、多分、すべての世界に絡んでいるのが、オープニングを見る限りだと、なんだっけ、あの、オープニングで名前が出てたけど、セルティ、セルティ。セルティが多分全部見てるんだろうな、あの運び屋が。だから物語の全体の流れを完璧に把握してるっていうのは多分彼女なんだよね。それこそバッカーノで言うなら新聞社側の存在なのかなっていう感じはするよね。うん、どっちかって言ったらアイザック視点でもおかしくないのかなって感じがするんだけど、うん、まあでもアイザックとミリアのなんか立ち位置はやっぱりミカド君とマソウミ君っぽい雰囲気も感じるから、うん、だから結構多分ミカドくん、マサオミくんがこうグワーって動いていくのかな。なんかその彼女たち、彼女アンリちゃんとかも含めて彼女たちを中心に渦巻いていくのかなっていうわけではなさそう。うん、割といろいろとニアミスしてそうだよね。だからそれこそイザヤだったりシゾウだったりが起こしている大事件をニアミスしながら動いていくみたいな流れになっている。でもその大きな流れの中にしっかりミカドくんたちはいるよねっていうところだったりするのかなっていう感じはするよね。なんとなく置き換えてきて分かってきたなっていう雰囲気がある。それこそやっぱりなんかなんだっけ、だからそれこそ名前が出てこない、シャーネと、ラットとの構想があったみたいな感じで、それと同じようにだからイザヤとシズオがめちゃめちゃバチってたりだとかっていう、そういう流れがしっかり出来上がってるんじゃないかなっていう風に思うよね。だからやっぱり一人に重点を置いて話していくっていうのは結構やっぱり見方としてはちょっと違う雰囲気はあるので、やっぱり全体的な、やっぱり全体像を見ていく必要はありそうですよね。それをやっぱり俯瞰して見ていっても、やっぱりラットじゃねえわ、あのイザヤはろくでもない。あははは、あー、なんで彼が人気なんだ。あー、まあ人気が出る理由はわかるけどね。なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかマットハッター感っていうか、なんかフィクサー感がすごいいいよね。めちゃめちゃかっこいいなっていうところであるけど、でも何度か飛び下ろしちゃってるわけでしょ。多分なんか自殺したいすれみたいなところに行ってね、声かけてで自殺するからどうかなっていうのを楽しんでるタイプではあるんだろうけど、でもなんか多分人気ってことは多分彼なりに多分理由があるんだろうな。多分理由があってやってる。本当に人間が好きで、なんか死んだり生きたりどうでもいいっていうタイプではないとは僕は思ってる。何かしらもう一個深い理由があると思ってるんだよね。だから他の人の人生を見ること、生態を見ることで自分がどういった存在なのかが分かってくる。だからやっぱり自分ってどういう人間なんだろう、分かんないなってなった時に、やっぱり他人と比べることで自分っていうものをやっぱりこうね、なんか確立していくわけじゃないですか。うん、なんかそんな感じでいろんな人、特にやっぱり死にたいと思っている人のやっぱり生態だったりっていうところが一番生々しい人間が出てくるんだよみたいな感じで、そういうのを比べることで自分を多分なんか見たいものを見ることで自己を確認しているっていうところだったりするのかな。でもなんか死んでも死ななくてもどうでもなさそうな雰囲気はあったよね。うん、やっぱりあの子がだって死んだら彼を傷つけられるかなっていう風にも思ったみたいなことを言ってたけど、でも多分関係ないと思ってるから、まあ、死んだら死んだでしょうみたいな、あー死ぬ人だったんだで終わりそう。うん、まあ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 、どんなところなのかなっていうところでもあるし、なんかでもやっぱりね、あの運び屋なんだっけ、セルティと話してるところを見る限りでもなんかちょっと含みがある感じがあるんだよな。なんかうん、まあ善悪で語るのはどうなのっていうところではあるわけなんですけど、悪寄りではない気がする。彼なりの正義だったり生き方
としてそれをやってるんだなって感じがあるな。ああ、まあどうなってしまうのかっていうところではありますけれども、まあそんな感じで各勢力が徐々にやっぱりこう目を出していくと思いますので、それこそね、やっぱりなんだっけ、ジャグジーみたいな勢力が、あの何やっぱりなんかラノベ買ったよみたいな勢力かもしれないしっていうところで、いろいろ気になるところはありますので、さあ次回以降も楽しんでやっていきましょう。バッカーの見ておいてよかったかも。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上デュラララ第2話でした。バイバイ。